あ、ここはね、遠投すればこの時期は結構サイズがいいキスが出るはずなんで、それを信じてやっていきましょう。ちょうどいいところに木のベンチが。このサンドポールもね、新調しましたんで、丈夫なサンドポールのデビュー戦ですね。前のやつね、曲がっちゃったんですよ。僕の力のかけ具合が悪かったのか。これはね、全く曲がる気配ないですね。いやー、久々の投げ竿稼働ですね。まあね、こう天気がいいと気分はね、最高なんですけど、まあ晴れてる時ってね、釣れんですもんね。重りはとりあえずいつもの L キャッチ3ですね。27号です。で、仕掛けが針交換式の3本針ですね。で、餌は岩でこさんですね。そう、岩でこ1軒目のお店が売り切れだったんですよね。いやー、焦った。石子ですね。石子をたっぷり。この時期はサイズが大きいんで1匹掛けでいきましょうかね。日が昇ってるんで、ちょっとキスの警戒心も強めだと思うんで、一匹掛けで違和感なくね、こう食べてもらえるようにしましょう。懐かしいな、この餌をつける感覚が。いやー、キス釣りは準備までが早いっすね。深瀬でチヌバッカー狙ってたんですけど、もうやっぱ準備がね、深瀬は。キス釣りはね、すぐ投げまでいけるっつうのがいいっすね。さ、久しぶりの第一投です。一個一個の動作をね、思い出しながら投げます。よー、おお、まあ4色ですね。まずはね、お、弱い当たりが、弱い当たりですね。おお、弱いプルプル当たりが、ディンギスちゃんかな、こりゃ。おお、結構いい当たり。3色ぐらいかな、そこそこいい当たりがあるんですけど。キスさんいますね。おお、2匹。まあちっちゃいけどね。まあけどギリギリ天ぷらサイズ、いいじゃん。おお、元気だ。ちょっと右に行きますね。結構右30度ぐらいに行っちゃうな。右にね、行っちゃう感じですね。ちょっとまあ回数、お、いい当たり。4色で、お、いい当たりですね。4色でいい当たりです。いいね。やっぱ木釣り楽しいな。当たりが早いから、せっかちな自分にはすごいぴったりですね。おお、4色でプルプルとしたいい当たりが。キスちゃん小さいけど、あ、今日ちょっとでかくなったかな。
5食ですね。5食飛ばしましたけど、キッスさんいるかな。お、3連キス。すぐ行った5色ですね。おお、着水してすぐ当たりです。5色で5本全部にかけたいな。おお、いいね。おお、ガンガン連掛けが決まってると思うんですけど、絡むか絡まんかギリギリの速さでね、こう誘うのが大事っぽいですよ。おそらくこれはもう針全部ついてると思うんで、回収しましょうかね。おお、いっぱいついてる。1、2、3、4、5、よっしゃ、パーフェクト。イエーイ。いやー、これ狙い通りに釣れたんでむっちゃ嬉しいっすね。やりー、ありがとう、キスさん。キスさんありがとう。この真ん中のやつ結構いいですね。15ぐらいあるな。ええやん、ええやん。